はい、どうも、皆さんおはようございます。わとつです。今日はですね、2019年の1月の18日、朝の10時37分です。よろしくお願いします。おはよお、お茶バカありがとう。ありがとうございます。お茶バカありがとう。はい、おはよう。おはようございます。おはよう、お茶爆ありがとう。 猫は飼わない。なんで？どうしたの？だって鳥飼ってるから猫飼えないし、ここペットね、猫飼えないよ、こんな狭いところで。なんで？どうしたの？俺たちの夢は終わらねえって。 どうしたの？あ、猫拾ってきたの。ああ、飼えないよ俺は。子供が猫拾ってきたんだ。一家全員、俺もアレルギー持ってるしね。いや、なんかリスナーさんが猫を子供が拾ってきちゃって、和道さん飼ってって言ってるんだけど、ちょっと待って、ドッグトレーナーのそういうのに詳しい人いるから、こういう時ってどうすればいいの？だって保健所引き渡しちゃったら猫殺されるよね、これね。猫飼ってって。前者順調に決まってますね。飼えない場合、里親探してるんだと思うよ。多分。だから、俺のところ来たんでしょ。あ、フワッチとツイキャスの同時配信をやってます。コテハンがいい人は、フワッチ。あ、じゃあ、コテハンが 読み上げられたい人は、ツイキャス。で、荒れてるのが大好きで、便所の落書き書きたい人は、フワッチに来てください。スタッフさんは、あれから止まってるかな？微妙かな？里親が見つからないとね、探さないとね、里親探さないとね、愛護団体も一時的預かりできるところあるから、そこでお願いするか。まあでも複雑な問題だよな。野良に話すのはどうなの？早いうちに。野良に話すっていうのは、保健所に連れてって殺されるよりは。この辺の猫とか幸せにブクブク太って育ってるけど、ダメなの？撮影やってみたい？マジで？え、マジで言ってんの？本当に？え、めちゃめちゃ助かるんだけど。カメラマン探してるから。あ、それ愛護法違反なんだ。そうなんだ。要は拾うなってことね。なんで守られてる命もあれば、守られない命もあるんだろうね。昨日焼肉美味しくいただきました。謹慎なコメント。宝箱いりますか？アイテムは断らないですよ、僕は。昨日やばかった。昨日の収入44円だった。もうさすがになんかもうへこんだ俺。昨日の収入俺44円。いや、プロカメラマンの人は決まってるのね。よし君っていう人が決まってるんだけど、その人は撮影監督なの。で、その他に2人ぐらいいる。要は素人でもいい。
一回拾って捨てるっていうのはダメなんだ。44円。マジで、3号さん、じゃあ、ちょっと電話かけてこれる？今。ちょっといろいろ知りたいんで、機材のこととか打ち合わせしません？今。ちょっと今、LINE 貼るから待ってて。ああ、いいな。カメラマンやりたいってすげえ助かるな。ちょっと待ってね。俺の LINE これだから、申請、スタンプか、なんか、3号ですって飛ばして。いや、マジでいいんだけど、それ。サポート的なっていう感じじゃない。カメラマンって一人でやるわけじゃないから、チームでやるの。家で保護できない場合は、近所の愛護団体探してって言ってる、その人は。J さん、おはよう。LINE 飛ばしてきて。愛護団体だって、愛護団体。愛護法違反になるんだ、それは知らなかったな。44円、ほんとガチガチガチ。マジで俺そんな感じだからね。さすがにでも最低記録更新したけどね。日当44円は。配信ずっとやって最低記録ぶちかましたから結構焦ってるね。愛護センターは殺されるって。愛護団体だって。愛護センターは殺されるって。資金集まってないし、今年2年分所得税払わないといけないから映画なんて撮る金の余裕ないでしょ。ないね。ないない。カメラはね、レンタルするから大丈夫だよ。カメラはレンタルするから大丈夫。あと、ヨシ君がサブカメ持ってるから。あら、機材のことは大丈夫。お茶バッグありがとう。あ、とんでもない、とんでもない。3号さん、もしよかったら LINE やってない？ 3 号さん。LINE で電話かけてこれない？ 3 号さん。配信とカメラ。3号さん、LINE かけられる？ LINE。いや、映画の資金と生活費の区分けバッチリやってるけど、バッチリやってます。バッチシやってます。卵味噌稼げなくなって便利屋やってる？へえ、そうなんだ。
生活、配信生活終わったかもしれない。配信生活の終わりが始まってるんだよ。なぜ稼げない。映画制作のためにコースベ PC 買うって資金集めて年末どれの囲いからハイエナしてからうやむやにしたような。全然時系列が違う。全然時系列が違う。生活ままならない映画作りちゃんちゃらおかしくない？なんで？別に映画の資金がたまらなかったら映画ができないだけじゃん。映画の資金貯めてるわけだから。ちなみさんだって普段投げてないよ、俺んところで。たまに1、2ヶ月に1回爆投げするって感じだけど、ちなみさんは。あの人はなんかドレさんとの絡みの時に投げる人だから。便座まだ治ってないんだよあれ。ちなみさんと絡みあんまりないから俺わかんないんだよね、ちなみさんがどういう人か。いや PC の金取っといてるよ。PC の金は取っといてるよ、別で。はい、ワードツー。グラタンって人をしてるんだ。あ、そうなんだ。LINE 来ないね、うん、配信以外でどうしようかね、考えないとね、そろそろね。どうしてこうかね。まあまあ配信頑張るっていうか、続けるは続けるけど、まあ、収入源確保しないとね。カメラまあ詳しいっすよ、まだ初心者だけど。普通の人よりは詳しいんじゃないかな。プロとかの知識には勝てないけど、多分配信界でまあトップレベルに詳しいと思うけど。月20万ぐらいあれば生活できるけど。なんでリスナーに謝罪することなんか俺一つもないよ。月20で生活できるね俺は。見てない。ただなんか閲覧6000とか聞いたけど、昨日の放送で見てはないかな。貯金は残す方、全然残さない方。ただまあ配信機材で集まったお金っていうのは取っといてるけどね。天井の写真って下手くそじゃね。ポートレートは下手だと思うね。あ、ていうかね、下手っていうよりもあれはカメラの設定が悪いっていうか、カメラの選択があんまり良くない。ホワイトバランスが、ホワイトバランスがうまく使えません。アドバイス教えてください。ホワイトバランスがうまく使えないって、人肌に合わせればいいんじゃないの。まあカラーチェッカーとか使わないんだったら、
iPhone で写真撮ってみて、人の、なんていうの、色味っていうのを見て、それに合わせてカメラの設定変えるっていうのでいいんじゃないの？いや、俺構図結構うまいと思うけど、構図めちゃめちゃ褒められるんだけど。ふわ、年内撤退マジか。どういうこと？神男さん。うまい下手は技術とセンスのせめぎ合いでしょ。センスがなければ技術で補えるけど、技術がなければセンスで補うしかない。そういう関係だと思うよ。センスだけでやっていけるほど甘くないよ。いや、だからプロにピント甘いって言われて、その次回の撮影で俺の問題じゃなかったっていうのは分かったじゃん。海保可愛く撮れてた。ふわっちは俺は去年がピークだと思ってるけど、今年衰退していくと思ってるけどね。それは去年からずっと言ってるよ。監督辞めてないよ。辞めてない、辞めてない、やってるよ。なんで配信で食っていける環境をなくしたいの？いや、食っていける人は食っていけると思うよ。あ、愛子さん、取る取る取る。エルマルちゃんかわいいね。俺、香川さんのところで働いてるちびぴよちゃんかわいいなとか思うけどね。配信はやめるつもりないけど、シビピオちゃん可愛いよね。ロックンローラーっつうか、俺はパンクスだと思ってるけど、配信は今のところやめるつもりはないかな。いけないからね。なんかバイト探すしかないんじゃん、自分に合ってる。エルマルちゃん別に嫌いな顔じゃないよ。まあ、配信頻度は減るかもしれないけどね。全然飽きてない飽きてない、やってるやってる。100人じゃないと思う、500人ぐらいはいると思う。17とかそういうの含めたら500人はいると思うよ。ふわっちだけで100人ぐらいじゃん。多サイトもあるから。
通販みたいなので露店販売やらないよ。和藤さんの声好き、ありがとう。俺は色恋営業は配信者じゃないと思ってるからやらないよ。ランキング1位だったアイラ、最近放送しないけど終わったのかな。いや、アイラは昔から休んでるよ、定期的に。2ヶ月稼いで3ヶ月休むみたいなのをずっと繰り返してるね。うん。アムウェイとかは時間かかるから側近は生み出せない。3年後とか4年後とか、20万30万ポンポン入ってくるけど側近は入ってこないよ。ネットワークビジネス自体が時間かかるって。アムヘでもニュースキンでも変わんないよ別に。ニューウェイズでもモナビーでも LINE してもいいよ、かけてきて。いや、3年時間あったらアムウェイとかでも全然権利収入取る自信はあるけど、なんか今更やるモチベーション湧かないかな。今更やるモチベーション湧かない。アイラは彼女と旅行中。へえ、いいね。稼いだ金で海外とか行ってんのかな。アムウェイはやってないよ。アムウェイやってない俺。いやいや違う、昔から稼いだら休む、稼いだら休むって生活。アイラは昔からだよ。最近調子悪いっすね。なんだろうね、キャスにみんな行ったんじゃないの、花火師さんとかは。アベマフレッシュ終わったんだ。へえ。これからまあ3つぐらいの会社に淘汰されていくんだろうな、配信サイトも結局。ふわっち離れ多いだろうね。ツイキャス、いや大手さんが移動したから、そこの付随してたリスナーさんが移動したって感じだろうけど、多分ただそれだけだと思うよ。色恋してくださいって、だって誰だか分かんないじゃん、63号さんが。まずあなたが誰だか分かんないよ俺。どこの誰なのか知らないもん。もし配信やめたら何して食べていこうと思ってるのか全然考えてなくて、焦ってるかな。全然考えてない。ヤバタンだよね。配信は廃れてはいないんじゃないの、今人口めちゃめちゃ多いと思うけど。配信ブームじゃん。アムウェイってネズミ講とは違うよね。間違えてた、すまん。ネズミ講とは違うかな。うん、ネズミ講っていうのは連鎖販売取引法っていう、その刑法に引っかかるんだよ、無限連鎖販売取引法で。商法だから、うん、連鎖販売取引法だから。あ、ありがとう風船、頑張ります。
ああ、リスナーさんよりも配信者の数の方が増えてるよね。バランス悪いよね。たまにこういう現象起こるんだよね。ロードワーク、いや、今からだね。起きたから2時間ぐらい喋って頭回るようになったらまた走るよ。これからロードワークは。ツイキャスの皆さん、お茶箱お願いします。ちょっと生活費稼げてないんで助けてください。ああ、ありがとう、ありがとう。3点セットよろしくね。ここだけの話、シリと喋ってる方が面白いんじゃねって配信者しかいない気がする。なんで見るの、それを。シリと喋ってた方がいいんじゃないの。いや、500円ありがたいよ。生活がままならないよ、こんなの。ありがとう、KP ありがとう、サンキュー。ツイキャスとフワッチ同時配信だね、俺は。コテハンがいい人はツイキャス見てもらって、匿名がいい人はフワッチ見てもらってる。そういう感じでやってるね。ありがとう、お茶箱ありがとう、みーすけ、お茶箱ありがとう、ありがとうございます。あざーす、助かります。そうそう、配信者に700円だね。ありがとうございます。電気止まったらまだまだ寒い。やばいよね、やばたんだよね。あ、YouTube も規制強化したね。中間層いなくなるんだろうね、多分ね。どかそか大手かの二極化していくんだろうな。稼げる人と稼げない人を二極化していくんだろうね。いや、両方とも落ちてて生活がままならなくなってるね。閲覧の割、俺閲覧自体稼げてないから、ツイキャスでは20人以下とかだからデータが偏ってるかな。データが偏ってる。まあ、みんな金ないんでしょう。配信はやめようとは思ってないね、今のところは。全然、稼げてないですね。配信スタイルの見直しとか無理だと思うよ、今更。粛々とやっていくしかないんだよ。月に食費いくらぐらいかかる？ 6 万ぐらいかな。投げ銭始まる前は稼げてないよ。みんなバイトしながらやってたよ。あゆみちゃん？誰それ？あゆみちゃん元気って誰？あゆみ？あ、みまさんツイッターちょっと面白かったね。自虐ツイートやってたね。あいみちゃんね、来てないから分かんないね。あいみちゃん、ニコ生のあいみちゃんかな。雑談配信減らしてコンテンツ制作したら食えない。食えないっすね。
飯を食っていかないといけないから、生活が最優先ですよ、生活が。ふわっち、まあ、数ってない人は数ってないんじゃん。最高月収30万いかないぐらいじゃん。30ちょいとか言って、まあ30前半とかじゃない。花火代をアルバイトで稼いでくるからやめないでね。ああ頑張ります。なおみたいに3000万投げる人もいる。ああまあすごいよね、ガチ囲いだよね。3000万すげえよな。あれそう、ゆかちでしょ。ゆかち3000万投げた人でしょ。すげえよな、えぐいよね、3000万。よっさんはだってもともと強いもん。どこのサイト行っても王者のもん、あの人は。よっさんは、まあ、もう俺とかが話すのもおこがましいぐらいね、うまくいってるからね。3000万家買えるからね、すごいよね。え、でも、どうなんだろうね。3000万囲うぐらい囲ってたのに、要は、ゆかちに嘘つかれてたわけじゃん。私は彼氏いないとかさ。はい、どうもどうも、お茶爆ありがとう。そうだね、ツイキャスはお茶爆タイムは3分間しかないから、30分見て、いい仕組みだと思うよ。いつでも投げられるんじゃなくて、30分に1回しか投げられないっていうのは。3000万投げたらしいね。配信会から消えてくれって、なんでブロックしたら俺の放送見れないから、ブロックすりゃいいんだよ、俺のこと。ブロックブロック。シャムって何者だ？なんか YouTube で有名な人らしいよ。YouTube で有名な人。なんか沼界の大手なんだって。沼系の YouTuber だって。シャムって人は。ちょっと貸しすぎて空いてくるわ。キツネ78号さん、シャムの閲覧びっくりした。キツネ98号さん、 YouTube で有名だと連れてくる人数も半端ないな。シャムに花火投げたいと思わないよな。キツネ64号さん、運営がスカウトしたらしいな。キツネ95号さん、便座しまいなさい。キツネ102号さん、便器が飾ってある。キツネ43号さん、みやびみたいなのも頭の悪い犠牲者だよ、わら。便座しまいなさい。キツネ8号さん、アイテムも昨日が最高記録になるんじゃね。キツネ99号さん、シャムはフワッチの企業案件。俺はいつもパソコンで配信するときはフワッチとツイキャスの同時配信だよ。シャム、そんなにアイテム上がってたんだ、すげえな。コンティニューコインも余ってる人いたらぜひお願いします。
ふわっちの最高閲覧7400。へえ、すごいね。誰の配信なんだろう。7400、ふわっちで。すごいね。化け物だな。なんかそんなにアイテム上がってるとかは聞いてなかったけどね。閲覧がすごかったって聞いたね。うん、コンティニューコインありがとう。ああ、ヨッサンが釈放された時だ。ほうほうほう。あ、ヨッサンが最高記録なんだ。ヨッサンか。王者だね。セブンティーンね、続けてたらよかったよね。17ね。でもタバコ吸えないとか無理だもん。タバコ吸いながらまったりやりたい。生きづらそう。うん、まあまあしょうがないよね。ドキドキライブもね、スカウト頑張ってるよね。あとショールームもスカウト結構やってるね。まあ結局ね、コンテンツホルダー集めるね、配信者集めてなんぼみたいなところあるからね。17ライブはどうって、17ライブのオープニングで俺スカウトされてるよ。で、17がプレスリリースする前からやってたけど、本社に呼ばれて契約書書いて。 LINE ライブはどうなんだろうね、あんまり聞かないかな。テルジャンビはツイキャスに移動したね。知らないよ、お前の過去いいとか言われても知らない。俺に注意しないでよ。俺別に何にも言ってないから。そんなリスナーさんが何見ようが勝手でしょ。どうにかしろもう何もないぞ。好きなもん見りゃいいんだよ。へえ、新しいアカウントでやってんだ。うん、数十万だから。ええ、山田邦子が配信やってんだ。いいね。それはちょっと見てみたいね。アイテムの取り分っていうか、時給3000円だったかな、俺は。時給3000円のアイテムの 20% っていう契約だった、俺は。だから、まあ、4時間枠やったら1万2000円プラス、飛んだアイテムの 20% みたいな、そういう計算。まあ、悪くない。契約内容、むしろ、本当にこんなにいいんすかみたいな。内容だよね。時給保証だから硬いよね、うん、特別スカウトだからね、うん、あ、わかんない。ふわっちでスカウトはわかんないな。俺されたことないから。自主的にやったから、ふわっちは。あ、最近また17スカウト頑張ってるみたいね。安定はするよね。まあまあ契約切られたら1年契約だからそれで終わりだから、うん、いやいや、もうそれ2年前の話だもん。すごい。17っていうサイトがセブンティーンっていうサイトだった頃、セブンティーンだったの最初は、うん、いや契約はしたんだよ。17の時も騙されてる騙されてるとか言ってたね。
そうそう、1年契約で更新制だから。やればよかった。いや、まあしょうがないよ。過去たられば意味ないからね。でも多分スワッチやってた方が稼げてたと思うよ。ああ、いや微妙か。20万だから17やってた方が収入的には多かったかもね。微妙だって時給3000円だから30万とか40万固くもらえるわけだから、金銭的な負担考えたら17やってた方がもらえてたかもな。俺フワッチを押したかんね。何が当たるか分かんないね。フワッチの50%はかなり悪い。17は、その時給計算の特別スカウトだから保証してるから2割ってなってるだけなんだよ。無理かどうかとかいう問題じゃなくて、スカウトが来た話ね。一応、その当時の本社とか行ったり、社長さんとミーティングしたりしたよ。ヒカル君、お茶バッグ飛ばないんだ。へえ。だいたい70%、80%とかじゃないの？ YouTube ライブ70%、ツイキャス70%、ツイッチ80%、50%あんまりいい方じゃないよね。セブンティーンは規約厳しいね。セブンティーンのマニュアル見る？どうしても17っていうのがしっくりこないんだよな。セブンティーンって言っちゃうんだよね。ちょっと面白いよ。17の契約書どこやったっけ？ちょっと笑うぜ、これ。スイッチ80%じゃなかったかな。セブンティーンライバートレーニングマニュアル。自分でチェックするべき数字について。配信頻度1日1回、配信時間1日1時間以上、継続しないと誰もファンになれません。シェア数、視聴者数、フォロワー数、ギフト数、ライブ時間、頻度、曜日、時間帯、昼間よりも夜19時以降にやりましょう。平日よりも金土日祝日にやりましょう。いや、しっかり育ててたよ。新人ライバーはライバルが多い時間帯は避けましょうとか。案外、午前中が穴場だったりします。ファンとの交流、笑顔を忘れずに、大きなリアクション、一人一人対応を。いいねをもらった時は感謝の気持ちを伝えましょう。ギフトをもらった時はすぐに反応し、最大の感謝の気持ちを伝えましょう。花火ありがとう ありがとうやサンキュー、シェイシー、投げキッス、手でハートマーク、こうやってやれって言われたね。これ海外ではこうやってやるのね。これハートマークなんだけど、いいね、ありがとうってやる。ファンとの交流、こんなのあったね。マニュアルね。まあでも、なんだろう、ちゃんと育ててるからいいんじゃないの。仕事かよって。仕事でしょ。 KP ありがとう。日本の文化に合ってない。ちょっと違うね、やっぱ海外のサイトだからね。香港だか台湾だか発祥でしょ。
でも1600万ダウンロードだからね、世界でね。すごいよね。そんなこと言われたらって、なんかね、ミーティングに行った時モデルさんばっかりだった。インスタグラマーとかモデルさんばっかりで、綺麗な女の子ばっかりに、おっさん一人でポツンってのんちゃんと座ってて、なんだこれと思って。ステゴロ3出るよ、ステゴロ3出る出る。あ、でもなんか17のなんか最高月収の人、1時間で2000万だっけ、3000万稼いだ人で、男の人だって言ってたよ、トップの人は。あのお医者さん、台湾かなんかのお医者さんで、一枠2000万円だか3000万円だかって言ってたよね。世界的にはツイッチが一強なんだ。司会しか、投げたの一人だけって言ってた。そうそう、一覧リスナーがいくら投げてるかランキング表示されるね。中国市場投げるからね、向こうの人はね、バブルだからね。あ、頑張ります、ありがとうございます。今日もロードワークですね、この後。投げる人は投げるでしょ、だってさっきナオさんが3000万投げたって言ってた。まあトータルだけど、まあそれはふわっち見てる人だったら爆投げ何回も見てるわけじゃん。ジム行きたいけどね、それどころじゃないかな。とりあえずできることをやる。頑張ります。ジム行きたいよ。いや、海外の事例だよ、八号さん。なお、いや、配信者かどうか分かんないけど、なんか予算の枠でトツかけてたね。ヨーダって誰？そうそう、台湾の歯科医師。のりこは配信見るのが好きなんだよ。あの配信はやりたくないんだよ。あ、のりこのことヨーダって言うんじゃないバカ野郎。なんだと思ったよ、お前。のりこのこと言ってたのかよ、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。のりこのことヨーダって言うなよ。何ヨーダ、ヨーダっつって。ふざけんじゃねえよ、バカ野郎。似てねえわ。今気づいたわ。フォースを感じてるんじゃないよ。ジェダイマスターとかやめて、本当に。デビースカルノに似てる。
よく女の子にそういうひどいこと言えるよね。のりこもともと美人だからね。若い頃の写真とか見せたら全然顔変わってないよ。若い頃の写真見る？のりこの。全然そのまんまだよ。まあ、年取った感じだよね、そのまま。見たい？ちょっと待って。のりこ若い頃すげえ可愛いよ。見たい？ちょっと待って。本当に美大生って感じだよね。ちょ、ま、どこにあったかな、のりこの写真。のりこ。のりこ付き合ったのいつだっけ。そんなにブスかな、のりこ。普通に可愛いと思うけど。48歳で、みんな、どうなんだろうね。そんな変わってないと思うけどな。まんまじゃん。まんまって感じじゃん。わんないでしょ。そんなぶっ飛んだ美人ではないけど、あ、おはよう。ベンズね、修繕終わってない。デヴィ夫人す若い頃めちゃめちゃ可愛いよね。びっくりするよね。あ、喋り方は昔からあんな感じらしいよ。配信で食えてないね。昨日44円だからね。きっついよ。精神的にもう参るよね。44円。日当。赤字だよ。延長代考えたら、マイナス500円ぐらいだからね。きついよね。金田朋子。テルジャンピンセコンドやってくれるね。まあ、芸能人はまた別でしょ。芸能人全然すげえ綺麗だ。あ、この前橋本環奈歩いてたよ、この辺で。橋本環奈見た。花火結構飛んでたじゃん、つったって。いやいや、あれじゃ飯食えねえぞ。あれくらい飛んで普通だから。もうなんか花火一発投げる人とかいなくなったもんな、本当に。なんかね、枠開いたら3発ぐらい飛んで、で、中盤に飛んで後半に飛んでって、1枠10発ぐらい飛んでたけどね。1枠10発で5000円。4時間配信やって5000円ぐらい。やっぱり4時間配信やって10発飛ばないときついよ。生の橋本環奈、いや、そこまで言うほどぶっ飛んで美人。顔の作りはすごい可愛らしいんだけど、なんかずんぐりむっくりだったね、すげえ。なんか、太ってたっていうか、なんか、太えなと思った。ずんぐりむっくりで。なんか、
なんかクラスメイトにいそう。顔は、顔の作りはあれだけど、本当にスタイルとかひどかったよ。ああ、よかったね。クモンリュウとの試合。あれ、名試合だったね。橋本環奈と野田総理、親戚なんだ。花火のエフェクトあるよ。あるよ。あるけど、花火が上がってないから見てないだけでしょ。いや、橋本環奈でしょ。すごい太ってたね。ずんぐりむっくりって感じだった。すごい背低かったね。普通に働いた方が楽だろうね。ああ、ニコ生いいや、別に。あ、ツイキャスの皆さん、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。生活厳しいんで助けてください。よろしくお願いします。可愛かった？あ、まあまあ、美人は美人でしょ。橋本環奈誰だか分かんないんだ。キャスは20人ぐらいかな。キャスは全然人集まんないね。ダメだね。ありがとう。お茶爆ありがとう。みーすけありがとう。サンキューです。ありがとうございます。ありがとう。音が出ない。なんだろう。もう一回音出そうか。出るかな。出た。ありがとうございます。あ、イソロクさんお疲れっす。キャスも始めましたね、最近。先月12月の後半ぐらいから始めて。最近ミースケだけじゃね。いや、ミースケだけだよ。アイテムタイムいいよ。上がらないの分かってるじゃん。アイテム投げてくれる人もほんと壊滅しちゃうんだって。いいよ、アイテムタイムは。今もらってるアイテム足したら花火1個分になる。ふわっちは7割還元なの。ふわっちは5割で、ツイキャスは7割って感じかな。そそとみーすけに食わせてもらってる感じだね、今。配信生活きつくても働く気ないの。働くしかないんじゃないの？わかんないけど。のりこ48歳。昨日ドルさん外配信やってた。へえ。正直、花火20発が目標かな。日当1万円、時給1000円が目標。時給1000円。もうそれが目標かな。時給1000円稼げて、まあ、アルバイトと同じぐらい稼げたら幸せだなっていう感じ。だもうそれ下回ると心が折れてくるよね。生ポ申請考えたことある？ないかな。いや、年収全然だよ。全然ない。まあ、1000円稼げたら食ってはいけるから。4000万資産入ったの？すげえな。一覧の還元率わかんないな。俺は、普通の人と契約が別だったから。この間のね、144号さんね、すごい人だよ、あの人。めちゃくちゃ投げる人だから。インターフェースにループバックついた。あれだよ。なんだっけ？なんだっけ？パソコンの中に入ってる音楽の再生ソフトのループ機能を使ってる。それをキャプチャーして回してる感じかな。クリショーを使ったことないからわかんないね。
YouTube 編集をもうちょい、もうちょい手加えてみたら、手加えてみたら、あんまりガチャ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 してんの嫌いなんだよね、俺。あの、テロップとか BGM とかポン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 うるせえ、場面展開パン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 うるせえの、あれ嫌いなんだよね、なんか疲れる。ああいう編集嫌いだわ。なんかね、ビデリシャスっていう、やつが好きだね。ビデリシャスっていうのが。配信に付随した副業なんかあるかな。ダンカンさん電気ってないよ。全然合ってるよ。好きな YouTuber はだからビデリシャスとか。あ、イルコ先生見るね。はい、どうもイルコでーす。皆さんありがとうございます。はい、どうもイルコでーす。あのイルコ先生のあのテンション高いんだか低いんだか分かんない感じが好きだね、イルコ先生。セブンティーンやってないよ俺は。アイランうまくやるでしょ。公式サイト作ってアフェリ、ああいやー俺はサイト作るの、無理だと思う。サイト作るの結構ハードル高いよ普通の人からすると。ああシャムって人ねすごかったね。ああとんでもないとんでもない、中西マンね。いやきついよもう本当に、金ないのにね。はい、ワドツ警備員とかできるのかな。ねえ、のりこ障害者年金なんか受け取ってないから。あー閲覧6000すごいよね、なかなか驚異的だよね、すごいと思う。あ、ありがとう、バーガーありがとう。一番面白い配信してるのに、ワドさん。面白いっていうのは人によるからね。金ない詐欺で集金かって、本当に金ないんだもん。ヒカキン見てるのはキッズばっか。そりゃそうでしょ。じゃんけんポンとか見てもしょうがないでしょ。ポンキッキーズだと思ってるよ。俺33歳。仕切り直したら宝箱なんだよ。仕切り直したらってどういうこと？枠を取り直せってこと？フワッチやばいから呼び込んだのかな、シャム。どうなんだろうね。なんか普通にポッと始めてみたって感じだろうけど、なんかスカウトの匂いはしなかったけどね。気まぐれじゃないの。ヒカキン努力家だね。今月1日1万いってるじゃん。行ってねえわ、行ってねえわ。どこをどう見てそう言ってんの。全然行ってないわ俺。1万超えた日何日間だろう。18日営業日でしょ。4日間だけだよ。お正月お年玉の123が1万超えたの、あと5日土曜日に超えて、そっからもう1000円台だよ。昨日44円、996円とか1832円1508円とか、そんなんばっかだよ。だって俺の枠で花火見ないでしょあんまり。俺は F2 層 M2 層だね。 F2M2 ハートありがとう。宝箱50個すげえな。いやいつも不機嫌で怒ってる怒ってるいつも不機嫌で怒ってるよ。ツイキャスのお茶爆は今日2つもらった。お茶爆50を2つもらったよ。今日は飛んでる。みーすけ姉さんのおかげで飛んでるよ。
いや、不発地震は終わらないと思うけど、俺自身はもう終わったかなとは思ってるけど、そこの家賃どうするんだよ。いや、なんとか作るしかないでしょ。いや、毎月こんな感じだよ。そこの家賃どうするんだよって言われるけど、毎月こんな感じで焦ってやってる感じだよ。そうだね。そのあたりの人が見てるっていう視聴者層は F2、M2 だね。ありがとう配信は俺配信じゃないと思ってるから、なるべくそのありがとうありがとうっていうのは控えようとは思ってるかな。不機嫌で怒ってる時も多いね。なるべく普通にやりたいなとは思ってるんだけど、貯金が300万なんかあるわけねえだろうがよ。まあ、運が良かったね。ほんと、よく食えたよね。ノリコとはセックスレスだね。ツイキャスでアイテム課金申請して何ヶ月後に現金になるの？現金になるのは、ペックスっていうサイトを利用すれば5分後には入るね。一回ポイントをペックスに預けて、ペックスから現金引き出すんだけど、もう5分だね。で、手数料それ10万円につき50円かかるの。それが嫌だったら、フワッチに申請して、フワッチ、月末申請の15日払いだったかな？ 15 日後？そんな感じじゃない。俺は50円ぐらい手数料かかってもいいやと思って、ペックスでやってるけど、5年後、未来のことはイメージしないようにしてますね。未来のことをイメージしてもしょうがないから、そのできることだけ考えてるかな。漠然とあるよ、映画撮りたいとかそういうの。でもあんま具体的な感じ、なんかスケジュール通りに物事動かないっていうのよく分かってるから。ツイキャスでアイテム課金申請したから何日後？あ、わかんない。やったことないから。いろんな方法あるよ。アマゾンギフトにも変えられるし、何種類あったかな？なんかいろいろ変えられるんだよね、フワッチは。ちょ、見てみようか。どうやって変えるんだったっけな。ちょっと待ってね。ポイント交換は、アマゾンギフト券、これか。アマゾンギフト券に交換、iTunes ギフトに交換。で、ペックスっていうのがさっき言った現金に変えられるサイトなんだけど。で、あとは銀行振り替え。これね。銀行振り、これがフワッチからお金に変える方法、延長チケットに変える。ペックス、iTunes カード、アマギフ。そんな感じだね。撮影現場とかの配信すごい興味あって見てました。ああ、ありがとう。まあ、面白いよね、ああいうの見るのね。1ヶ月かかるんだ。ありがとう。照明が赤いから赤いんです。ああ、面白いよね。知的好奇心満たされますよね。まあ、あれはね、スチール撮影って言って、宣材写真とかを撮る方法なんだけど、映画の現場とはまた別なのね。だから写真を撮るときはああいう感じかな。もっとフラッシュの傘とかがあるんだけど、本当はだいたい強い光をバチンって当てるの。カシャってやるとさ、傘みたいなのでバチンって言うでしょ。あれ、なんでやるかっていうと、フラッシュの光って一瞬だけ焚くから、ものすごいエネルギーの光を当てることができるの。だからフラッシュは本当に難しいですね。僕はなんだろう、ライティングの方でやってますけど。現金に変えますね。アマギフには変えないですね。いや、最近は、昔はね、20万ポイントとかだったら13万ぐらいになったんだけど、7かけぐらいだったんだけど、最近は、フワッチのマンスリーポイントも半分以下だよ。かさ増しかさ増しで。なんでこんなかさ増しされてんだろう。よくわかんないよ。
すごいポイントだけが多くて収入全然入ってない。先月あたりからそうなってるね。だからふわっち全体がよっぽど稼いでないんだよ、マンスリーポイント見てる限り。大手とかも100万超えてないもんね。マジマジ。今回のイベントいいや、もう。そうそう、イベントのポイント何倍とか、あれあれ。先月あたりからね、ポイント、要は多く見せようと運営さんがしてる。そうだよ。だって先月なんか俺、60万ポイントとか言ってたけど、手取り二十数万とかだかんね、うん。そうそうそう、無料アイテムランキングアップポイントで、あの数字そのまんま取れたら俺、月収60万とか50万とかだもん。そんな稼いでないよ、俺。いや14も行ってない行ってない、うん、子さんがだから子さんが離れてってんじゃん。新規の人から見るとすげえ100万円稼いでるとかさ、え和道で50万稼いでんだやってみようってなるじゃん。半分以下。昔はね7割ぐらいだった。黒澤明監督って OK の時あーいって言ってた。へえ。いや生活ほんと厳しいよ。だって俺が飛んでるの今月見てないでしょ。だってさ、この前さ144号さんが花火10発投げただけで大騒ぎしてるんだよ。これが現状だよ。昔だったら1枠10発は上がってたもん。なのに今って10発ももらってて、いくらもらえたの、すごかったねすごかったねって言われてるじゃん。いやあれぶっちゃけて言うけど7000円だよ、あの日のニット。もう今って俺が7000円稼いだらすごいすごい、いくら稼いだのって言われる時代なんだって。引くだろ、あんなの毎日当たり前に稼いでたのに。そう、それで俺は終わりを感じてんのよ。えマジで言ってんのって、閲覧200人いて花火10発で大騒ぎしてんだっていう。いやそういうことでしょ。昔全然だって1枠4時間やったら花火10発飛んだもん。いや終わりでしょ。昔飛んでたよね。普通に雑談やるだけで飛んでたんだって。だって花火10発って花火1発500円だよ。だから5000円じゃん、花火10発と大花火1発飛んでたから6000円でしょ。6000円じゃん。いやだからバイトの方が全然いいでしょっていう話よ。いや本当に食えなくて焦ってるんだよ。景気悪くなってるね。投げ銭じゃ、わあ、原因は分かんないよね。水物だから。まあ、厳しいけど、しょうがないよな。まあまあ、なんだろう、バイトとかになって配信頻度減るだけじゃないの？
それは去年がピークだと思ってんすよ。去年がバブルだったっていう。今年からゆっくり衰退していくと思いますね、サイト自体は。コラボ、あ、凸かけてきていいよ。凸ここに書いてあるやつ。これです。下に書いてあるやつが俺の LINE だからかけてきていいよ。いや、内容は変わるでしょ。配信頻度減るから。一日一発も花火止まんなくなったらもう終わりだよな。まあまあ実力だよ。しょうがない。石川紀之、不発初期組じゃんね。二極化の下の道だね。最初だけなんで。あれこそあれはステマだったんじゃないの？契約してたんでしょ？お金もらって。俺はそう思うけど。騙してるっていう言い方やめてよ。俺、リスナーさん騙そうと思ってやってないよ。そんな気でやってたら閲覧3桁に行かないって。6年間長い目でやって。一応信用があるから、ある程度閲覧数が担保されてるわけでしょ。あ、コロコロさんもやってたんだ。知らない。へえ。キャスはなくなんないでしょ。うまくいってるでしょ。キャスはなくなんないでしょ。閲覧はなんか、なんだろう、長い目で見ないと意味ないと思ってる。3年間その数字をキープできて初めて自分の数字だと思ってて、なんかポットでで800とかいくから、全然。普通に若手とかでも運が良かったり、神回になったら、そんなの腐るほど見てきたから。だから一番重要なのは3年間数字をキープできるかどうかだと思ってる。あ、俺赤黒白が好きだね。赤と黒と白のものばっかり身につけてる。赤大好きだね。赤が一番好き。黒に赤の差し色とか、黒をベースに白の差し色とか好き。これってだって16歳ぐらいからずっと大手じゃなかったっけ？これって古いよね。いや、今映画撮らなかったらもう映画撮るチャンスなんか人生に来ないと思うけどね。
なんか赤好きになったエピとかある？あ、いや、子供の頃から直感で赤が好きだったんだよね。単純に理由なく好きな色。あ、ステッカー届いたよ、捨て頃の。売れないステッカー届いた。捨て頃3。また在庫の山になるんだろうけど。これを作るね、これを作ってギャラにするんだったら、その分ギャラ上げてよ、便所さん。これ1万円とかさ、これ5000円とかかかってるわけでしょ。1万ぐらいかかってるはずなんだよ。だったらギャラ上げてよ。売れないんだよ、便所さん。人気がないから。なんでこれに、制作費にこれギャラだよって渡すんだったら、その分ギャラアップして、便所さん。売れないんだよこれ。お金が欲しいよ、生活かかってんだよ、便所さん。ちょっと、いや本当に全然売れないんだよ。在庫どれだけあると思ってんだよ、本当に。ステゴロ2だけで在庫こんなにあるんだよね。え、もっとあるんだよ。2の在庫こんなにあるんだよ。みんな、ステッカーなんていらないよ。ステゴロ2の時点でもうこんだけ余ってんだから、誰も買わねえんだよ、うちのリスナー。もうやめてよマジで。売れない、売れない。いや、だったらギャラ上げてよって思わない？ギャラだってさ、いい年したおばさんとかがシールとか集めないでしょ。集める？いる？シールとかいらないでしょ。いらないでしょ、うん、え、全部買ってくれんの？マジで貼るとこないもんね。情けで買うぐらいでしょ。だから情けで買う人が前回50人ぐらいだったの。いや、和道さんかわいそうって言って買ってあげるって。もうお情けだよ、お情け。捨て頃1万5000円プラスステッカーがギャラ。1万5000円とこのステッカーがギャラなので、便所さんに俺騙されたんだよ。捨て頃1の時は3万円だったのね、ギャラ。まあ悪くないじゃん。で、捨て頃2からは、1万5000円なの、ギャラ半分なのって言った。ワド、冷静に考えろと。俺がステッカーを作ってやるとね。これ200枚あると。この200枚を500円で売ったら10万円のギャラだと。そう考えたら、ワド、10万円プラス1万5000円だから、お前のギャラは11万5000円なんだって言われたの。え、俺のギャラ11万に跳ね上がったのって思ったけど、売れねえんだって。騙されたんだって俺、便所さんに。何が11万5000円だよ、本当に。ただギャラ下がっただけだったわ。いや、ぶんなりぐりあってさ、半年間準備して1万5000円は割に合わねえよ。うん、いやー、得してないでしょ。騙された。ちょろかったんだよ。ちょろいな、こいつ、つって。うん、だから、パーケンみたいなもんだよ、パーケン。パーケンって懐かしくない？先輩からパーケン回されたの。パーケン、まあこれお前同級生に売ってこいよっつって、パーケンですよ、パーケン。いや、秒で気づかない、騙されちゃった。ピュアだから、いいね、ありがとう。便所太郎に気をつけろ。捨て頃チケット売れてるらしいよ、またバカ売れだって。なんだっけ、ツイッターに書いてあったけど、もう予約殺到状態だったよ、うん、また便所ウハウハだよね。
パーケンって知らない？昔、先輩とかがクラブのイベントとかで1000円のチケットなのに、なんか2万で買えよとか言って10枚ぐらい渡されるの。え、パーケンって知らないんだ。昔パーケンって言ったよね。なんかヤンキーの先輩とかが、おい、10枚買え、20枚買えっつって、後輩から上納金3万とか2万とかやって、聞いたことない？パーケン。パーケンの熱いよね。バカ10個ありがとう。パーケンっていうのよ。パーティー券の略かな。パーティー券。パーティーチケット。それをパーケンって言って、その、ヤクザの人が、お茶バク来たー！お茶バクありがとう、そうそう。そうそう、お茶バクありがとう。やっぱりそうそうとみーすけだけなんだよ。悲しいな。やっぱりそうそうとみーすけなんだよ。予言通りだったな、リスナーの。そう、パーケンっていう文化がヤンキーにはあるの。パーケン売れ？いや、俺はだから男官塾とか無料でやったじゃん。リスナー、だって配信者に負担とかさせたくないもん。なんか嫌じゃん。だから、タダでやるっていうのにこだわったんだよ。囲い2人だよ。ソソとミースケだよ。風船ありがとう。あ、ありがとう。これボンだな。ボンありがとね。これはボン。絶対ボン。この投げ方はボン。だから、ボンとミースケとソソだけで成り立ってる放送だから。この3人だけのための放送だからね。わかる？ボンとミースケとソソ、閲覧3でも変わらない。ボンとミースケとソソさえいれば、この放送成り立つんだ。任には天ギフ担当だから。任には。任には天ギフ担当。俺は金ない、本当に。ありがとう。風船ありがとう。ボン、ソソ、ミースケね。解放は投げてないよ、俺に。解放は投げてない。全然投げてない。もう3ヶ月ぐらい投げてないよ。彼氏ができてから投げなくなった。お茶バカありがとう。ソソは YouTube のスパチャ240円桜してくれたしな。いや、桜ではないでしょ。ソソは解放の囲いじゃねえわ。ハートありがとう。食べれないよ。今の収入、1400円かな。時給換算すると、まあまあ、90分で1400円だから、まあいいか。コンティニューコインありがとう。まあ、時給1000円は稼ぎたいよ、やっぱり。私わかんないよね。え、ちょっと待って。ハート投げてくれた人は、ちょっと待ってください。今見るんで。ハート投げてくれた人は誰だ？あ、わかるわかる。でもほら、最近投げ始めてくれた人だから。月5万は、まあ、お年玉もらったからね。1、2、3、三が日でお年玉もらったから。それが5万円ぐらいあるから、なんとかなるかなっていう。なんとかならせないといけないけど。笑い男、花火投げてない。笑い男、ボンだもん。そう、笑い男イコールボンだから。いや、ドブラックだよ。ドブラック。海保どうして離れたん？わかんない。ソソ好き？ソソかっこいい。ソソ、爽やかだよ。いい感じの、なんだろう、おっさんでもないけど、お兄さんぐらいかな。なんか優しいさ、本当に、なんて言うんだろう。面倒見の良さそうな優しいお兄さんって感じ。まあ、おっさんだけど。いい人だよ。会ったらびっくりするよ。気の良さそうな。ふわっちとツイキャスの稼ぎの比率はどう？両方とも少ないから何とも言えないけど、だから、ふわっちが1800円とか1000円切るとか3000円とか3000円以下なの。ふわっちが。で、ツイキャスが700円から2000円の間ぐらい。だから、フワッチの方が多いんだけど、2つ足しても微妙。2つ足しても2000円、3000円とかだと思う。配信生活厳しいね、ちょっとね。
ソソとデートしたい。いや、ソソに聞いてみればいいじゃん。DM 送ってみればいいじゃん。いや、もう見え張るレベルじゃないもん、正直言うと。もう見えも張れなくなってきたね。それくらい厳しいね。YouTube は赤字。YouTube は、給料払ってるから、だいたい4、5000円の赤字だね。あー、ありがとう、パフェありがとう。だいたい赤字、毎月。4、5000円の赤字ですね。パフェありがたいよ、ありがとう。負のスパイラルだよね。昔はね、みんなコツ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 投げてくれてたんだけどね、もうなんか投げなくなったよね。バカありがとう。捨て頃までね、なんとか生き残らないとね。捨て頃までにバイトとか始めたらもうほんと生活成り立たねえぞ。ぐったぐだになるよ。俺早漏なんだよ。 AV 男優できない。めちゃくちゃ早い。そう、だって俺の中学校の時のあだ名、島津マッハ高光だよ。あまりにも早漏すぎて、桜井マッハ隼人をもじられてたんだよ。新聞配達は原付きないかな。パフェ、みーすけがパフェ班になったらマジでもう終わり。うん、いや、本当に呼ばれてたの。島津マッハ高光って呼ばれてたの。あれ、AV 男優は無理。はい、わざつ。無理だね。早漏だね。早漏。もうめちゃめちゃ早いよ。それはなんでバレたの？いや、射精までにどれくらいの時間かとかって結構男の子は話すから。なんか下ネタじゃないけど、それ普通にわかるよ。ありがとう、コンティニューバカありがとう。あ、コンティニューコインあと4枚欲しいです。50個目安でストックしておきたいんで、コンティニューコイン余ってる人いたらコンティニューコインください。リアル小月とネット小月のダブルワークあ、何、空き缶置くの。まあまあ、アイテム投げてくれる人はありがたいかんね。ほんと。夜はインファイターではないよ。夜はレフェリーだから、基本的に。もう突っ立ってるだけだから。本当にコインありがとう。夜はレフェリーだよ。レフェリーっていうか、まあマイクスタンドみたいなね。応援してたのに泣き。あ、応援して？ありがとうね。うん、バカありがとう。養分伊藤に配信の弟子入り。あのね、養分伊藤、はっきり言うよ。あの、これね、うちのリスナーさんだったらこれ分かるって言ってくれるけど、養分伊藤3年後配信会から確実に消えてる。全然面白くない。あのね、ああいうね、閲覧ポット稼いで辞めていった人、いっぱいいるから。あれね、ノリで囲ってるだけで、配信のスキル全くないよ。ただワンワンと付き合ってたりとか、そういう小手先に走ってるから閲覧キープしてるだけで、本人の実力ない。養分伊藤は3年後生き残ってない、間違いなく。だからメモレイとかさ、カネマンとか見てる感じ、俺からすると。いやいや、もうそう言うのよ、お前よりは面白いとか言うけど、結局生き残ってないもん。はい、こんにちは。空き缶集めらん。俺回数できないよ、全然。養分はもう持たないだろうね。聞いてて楽しくないとっていうかね、あの、聞かせるってすごい難しいのよ。あー、どうもどうも、ご無沙汰っす、こんにちは。雑談力は結構大事だからね。まあ、確かに今トレンドではあると思うけど、トレンドと実力はまた違うから、いつけるかどうかだよ、いつけるかどうか。俺はね、あの、昔から言われてるけど、
なんだかんだ中堅どころで生き残るって、ランハゲさんと俺とかドカ X とかはずっと長く大手にもなれないポジションでずっとキープするっていうタイプ、ずっとキープするっていうタイプ。だからまあ低空飛行をずっと続けていくタイプだと思うよ、うん。俺は稼げるか稼げないかは別問題で、稼げてないからあれなんだけど、まあまあ生き残るとは思うけどね、うん、うん。ランハゲさん声いいかんね。パルパルは実力あるよ。パルパルは実力めちゃくちゃあるよ。俺パルのスタイルがどうこうとかいい悪いは置いといて、あいつは配信うまいよ。だからね、リスナーがね、分かんなくなってんだよ。上手い配信者と下手な配信者の区別がつけらんなくなってんの。パルパルは上手いし、全然あいつは、実力あるから。軍曹は、勢いがあるね。うまさよりも勢いかもしんない、軍曹は。サメ島さんは、サメ島さんはじゃないんだよ。サメ島さんって今生き残ってる配信界で2番目に古いって言われてんだよ。ずーっと閲覧大手なんだよ。化け物だからね。サメ島さんってもうめちゃくちゃすごいんだよ、やってること。うまいとかいうレベルじゃない。スターの一人、もう、なんつうの、黒帯。黒帯だよ、黒帯。ワンワンは中堅どころとしては、まあ、実力半端じゃなくある。ただ、大手に、なるかならないかっていう微妙なところなの。ワンワンも実力すごいあるよ、うん、俺よりちょっと上ぐらい、うん、だから落ち目になるときにそのまあ減らるから彼女は、だから沈むときもあるけれども実力はすごくある。ワンワンは認めてる。式はまあうーんあんまりわかんないかな。関慎吾は上余裕で上、半端じゃなくうまい。よっさんを評価するぐらいのレベルじゃない俺は。よっさんなんてとんでもなく上だよ、うん、いや慎吾さんはずっと面白いからね。佐野は最近もうひどいね。佐野は俺はみんなが納得すると思うんだけど、演歌歌手みたいになってる。佐野は。昔 NHK 出てた俺です。地方の皆さん、俺だよ。歌います。みたいな。ああ、聞いてください。はい。ゲビー。もうひどいね。あ、もう佐野は本当にひどいね、あれは。昔、俺はすごかった。20年前、30年前、すごかった人です、みたいな。もうあれ、地方公演でしょ。なんか、腹立ってくるよね。うん。演歌歌手だよ、演歌歌手。サブちゃんみたいなもん、そう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 。うん、キャスティンありがとう。あれをやりだしたら終わりだよ。もうプレイヤーじゃないから、もう現役引退してるようなもんだから佐野は、うん、そんなもん。そう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 、そんなもんよ。大御所ポジションキープ、まあ年に1回とか2年に1回なんかイベントでゲストで来ればいいんじゃないの。チューチュースタンプありがとう。知らない、佐野がどこでやってんのか。いやー走りに行く？そろそろ。満喫王が、満喫王は、
本人が喋れると思ってたりとか、本人が話うまいと思い込んでるパターンのくっそ痛いやつなのよ。もう本当に引くぐらいのレベルなの。いや、相手にしてあげてもいいよって。でもなんかね、もうなんか話はかぶせるし、話す内容がペラペラだし、正直満喫をはまず舞台に立てる資格がないぐらいひどい。正直言うと、なんか地下アイドルみたいな、もうなんかライブハウスで、インディーズでさ、ライブハウスデビューしたてのビジュアル系バンド見てるみたいな。わかる？なんか客が5人ぐらいしかいないのに、すっげえ生きて X ジャパンコピーバンドしてるみたいな。でしかも下手みたいな、なんかそういうのを見てる、寒いなーみたいな、鳥肌半端ねえなーみたいな。わかる？そういう痛さが満喫王にはあって、もっと普通に やらないといけないし、もっと実力上げないとダメでしょっていう。あれは見てて辛いね。そう、なんか地方のライブハウスのデビューしたてのビジュアル系バンドっていうジャンル、満喫王は。雑魚臭半端ない、うん、いや台本じゃないでしょ、台本じゃないから面白いんでしょあれは。いや、めちゃくちゃ面白いでしょ、吉江さんと慎吾さんの絡み。なんかさ、あれはなんであれが面白くなるかっていうと、俺ノスタルジーっていう表現をするんだけど、誰しもがさ、実家に帰って親とああいうやり取りをしたことがあるわけじゃん。男の子だったら懐かしいんだよ多分。どんどん出てけこのゴミクズが、バカ野郎部屋片せって言われるあのコントは自分の体験があるからなんだよ多分。だから見ててほっこりするっていうかさ、あれはなんかすげえいいなっていうか、うん、なんかノスタルジックだよねすごくね。花火飛ばないね俺ね、うん、塾長さん、まあスタッフくんとか他の人がいるからね。ああ、いいね、ありがとう、うん、面白いよね、うん、エナタヌと仲いいよ全然ね、落ち着くよね慎吾さんの枠ね。あ、まあ5億ぐらい稼ぐんじゃないの余裕で。よっさんはまあ10年で、よっさんスーパースターだからね、この世界では。この世界ではジャスティン・ビーバーだからねよっさんは。世界のジャスティン・ビーバー、ふわっちのよっさんだから、ジャスティン、俺らのジャスティン・ビーバーだよ。俺雑談たぬきとか2ちゃんとかハトロだとか一切見ないね。あー、花火ねいただけるとありがたいんだけどね。そしたらね、もっと心にゆとり持って、なんだろう、配信できるんだけどね、どうしてもね焦っちゃうからね、ごめんね。えなたぬー、えなたぬー、ノーコメントで。ファンタ花火と宝箱ならどっちがいい？どっちも嬉しいよ俺は、正直言うと。なんか別にアイテムにね、うん、じゃあ俺が聞かれてる質問ってこうなの？ワド、お前さ、はい、1万円と千円札どっちがいい？いや、どっちも嬉しい。いや、そうじゃなくて1万円と千円どっちが欲しいって。いや、どっちも嬉しいっすよ。250人見てるから、いや、どっちもありがたいですって。1万円だよバカ。花火ありがとう、花火ありがとう。それはさ、高い金額の方が嬉しいに決まってるけどさ、そのなんつうの、投げれる人と投げれない人がいるわけだから。
ありがとうございます。いや、信号さん面白いよ、すごい好きだよ。500円ありがたいね、ありがたいね。今日初花火、昨日今日初花火です。ありがとうございます、ありがとう。いやー、お嬉しいよ、アイテムは。ありがとね。まあ慎吾さんは余裕で生き残ると思うよ、余裕で。花火と宝箱は一緒じゃないよ。花火、宝箱っていくらだっけ。花火は1000円でしょ。宝箱っていくらだっけ。あれ5000円ぐらいのアイテムじゃなかった、宝箱って。だから俺に2500円入ってくるよ。あー、ロードワーク頑張れるよ。っていうかね、俺ね、捨て頃ちょっとね、やっぱ苦しいのが、すげえお金かかるんだよ、捨て頃に出るのって。ジムに通ったりとか、備品揃えたりとか。でもね、アイテム飛ぶのが下がるんだよね、閲覧も下がるし、捨て頃は。いや、結構苦しいんだよね。宝箱はあれか、1万円のアイテムか。じゃあ花火10発分じゃん。ねえ、便所太郎主催。ああ、自宅があるっていうのも楽だよね。家賃かからないっていうのはでかいよ、でかい。10万ぐらい飛ぶから、一人暮らしって。だよね、それはあるよね。稼いだ分そのまんま使えるっていうのはでかいよね。家持ってる人と実家暮らしの人は楽だよね、心に負担、余裕があるよね。ファンタスティック花火と宝箱1個か。宝箱の方がやっぱドカンってくるんじゃん、限定アイテムだから。うわーみたいにリスナーさんが湧くから、まあ宝箱かな、そういう意味では。期間限定アイテムの方が、金額もらえる金額は一緒なんだけど、エフェクトが派手だから、そういう意味では宝箱ですね。そういう意味か。なるほど。17とかだと一発100万円のアイテムとかあるらしいよ。すごいよね。あ、持ち家は電気代高いのか。まあ部屋がある分電気代も上がるんだよな。ねえ、光熱費とかもね、親が出してくれるってありがたいよね。すごいよね。いいなあ。走らないとな。花火一発十発のが釣られてありがたい気がします。あ、花火一発ずつか。どうだろう、あんまりね。でもお金をもらうのが目的になったらあれだから、いただくもんじゃん。あの、本当にね、あの、なんだろう、リスナーさんが言ってる通りなんだよ。要は花火の数はお前の評価の数だから、お前の実力なんだっていうのは戒めて聞いてるよ。要は花火が上がってないのは俺のせいだから。だからこれはね、一概に反論しないじゃん。花火上がってねえのはお前の実力だよっていうのは悔しいけど、それはね、あの、反論しないようにしてんの。言い訳がましい性格だけど、意外とそこについては言わないんだ。そうだなっていう。だってそれを受け止めて、トークのスキル上げようとか、なんだろう、盛り上がる放送やろうってやらなくなったら終わっちゃうから。だからまあ、いただけるものは全部いただくけど、ちょっと悔しいよね今。アイテム投げないけど見てていいの？ああ、もちろん、そういうサイトだから。配信つけてからはつけてるかな。配信つけるときに、かっこいいでしょこれ。結構このセンスはやばいなと思ってるね。なんつうんだろう、ファッションリーダーっていうか、このセンスはなかなかないよね。もっとね、本当は左腕を全部ここまでもうブワーってアクセサリーつけたいんだけど、なかなかね、気に入るのがないんだよね。
これは結構いいセンスだと思う。俺色恋とか一切してない。聞いたことないでしょ噂とか。だからそもそも俺のこと好きになる女の子なんかいないよ。和道さんと付き合いたいとか和道さんとセックスしたいなんて女の子いるわけねえじゃん。そもそもいないいない、うん、まずいないよ。年に億稼ぐ人間が配信を知ってる見る気づけ。ちょっと水取ってきます。昔はさ、俺結構稼いでるんだぜっぽいキャラクター成立したけど、もう今それやる気にもならないもんな。俺結構うまくいってるからとかさ、俺成功してるからみたいなキャラクターやってたけど、もうさすがに今それやる、それもうできなくなったからね。キャラ一個潰れてるからな。悲しいよね。まあそんなもんだよな。バカありがとう。いや、いないと思うよ。だって実際声かかんないもん。 DM とか LINE とか来ないもん。和道さん好きとか来ないよ。来ない来ない。そういうのはさ、若くてイケメンがさ集まってくんだよ。若いイケメンの配信者いっぱいいるじゃん。はい、こんにちは。和道さん嫌いっつって。はい、和道つ。あ、お茶爆ありがとう。ありがとうございます。お茶爆ありがとう。リスナーさんじゃないよ。あのモデルさんは。リスナーさんではない。うん、あの、本当のモデルさん。トレーニング、あの、ロードワークだけやってるかな。これから走りに行くけど。1日5キロ走ってるかな。お茶爆ありがとう。解放から10万だって。解放自身が貧乏だもん。10万も払えないでしょ。もうちょっと今日は配信やってから走ろうかな。だいたいあの朝起きて配信やって、まああのランニングロードワークやって、でその後に飯食いに行くっていう感じかな、最近の日課は。うん、あ、ありがとうね。ありがとう。宝箱とか花火とか。ありがとうございます。ホワイトシチューか。解放儲かってんだ、今。へえ、すごいね。モデルとなんで知り合いになれるんだ。いや、リスナーさんの中で業界の人とかがいて、紹介してくれるのよ。パチスロ配信とか無理だよ。種銭がないよ。朝晩走った方がいいのかな。まあもちろんロードワークだけじゃ強くなんないけど、まあ最初の1ヶ月は俺は体力作りだと思ってて、うん、トレーニングできるその体作りをしようと思って、うん、ミュージックビデオも作ってるよ。現場入らせてもらってる今。興味ありますよ。あとね、新八丁の新曲のミュージックビデオ作らせてもらう今度。オムライス美味しいね。いや、狭い狭い。7畳、この部屋は。めちゃくちゃ狭いよ。7畳しかない。
狭いよ。おい、ワド2、お茶爆ありがとう。解放セフレできたんだ。ウニパスタとか食べたことないな。ウニパスタは食べたことない。部屋を2つに、そうだね、この後ろがいつも配信やってるあのベッドルームだね。ベッドルームっつうかルームは1個なんだけど、ベッド、この後ろにベッドがあるって感じかな。お茶爆ありがとう、ありがとうございます。あ、ツイキャスの皆さん残り3分なんで、もしよかったらお茶爆お願いします。お茶爆50、お茶爆100お願いします。ピエトロのウニパスタうまい。へえ、アイテムまあ全然飛んでないね。まあしょうがない、いいよいいよ、もう飛ぶとき飛ぶし、飛ばないとき飛ばないから、もうやめようぜ、いいよいいよ、飛ぶとき飛ぶし、散々いい思いさせてもらったからさ。ツイキャス、俺はね、あの Facebook も Instagram も YouTube も全部ひらがなでワド、漢字で監督、ワド監督で全部のアカウント出てくる。Facebook があと50人しかつながれないかな、5000人、4000いくつになってるから、もうあと多分50人ぐらいで Facebook は友達申請打ち切りだね。あと LINE も5000人だから LINE も限定。まあ Twitter とかね、あの YouTube とか何人でもつながれるから、もしフォローしたい人は。お茶爆のシステムは簡単だよ、あの花火と一緒、有料アイテムって感じ、全部あのワド監督なんで、好きなアカウントフォローしていただけると嬉しいですね。チキンライスいいね、チキンライスいいね。なんで出るのか、呼ばれなくなったら終わりだなって思ったの、で便所さんがやっぱ出てよって言ってくれたのがあるし、配信でほら落ち目だから俺自身が、まあ呼ばれなくなるだろうなって思って、今後まあ呼ばれてるうちが花だから、まあねえ、そうじゃん、企画とかもそうじゃん、呼ばれなくなったら終わりだから。うわー、ありがとう匿名さん、お茶爆50ありがとう、お茶爆50ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。お茶爆ありがとう、みんなありがとう、ありがとうね。焼きそばおたふくソースが美味しいね、大阪のおたふくソースはすげえうまいね、あれは本当に開発した人神だと思ってる。お茶爆50は500円でリスナーさん買って、7割俺に入ってくる。お茶爆50はリスナーさん500円、そうだね、俺に入ってくるのは350円。まあまあ配信自体はやめようとは思ってないけど、配信で生活できるのはもう終わりかなとは思ってるね。そうそう、便座が割れちゃって今修理してるんですよ、便座を、直してる。ブルドックソースに糖分増やしただけ。いや、ブルドックソースよりもなんかフルーツの、まあ甘みは強いけど、なんだろう、ソース自体、ブルドックソースもっとしょっぱいから、塩分が高いイメージあるけど。ありがとう。KP ありがとう。配信で食べれなくなったら、いや、その時考えないとね。まあ、なんかしらバイトすんじゃないの。いいね、ありがとう。和道のトークをラジオ代わりに運転するの好きだから、ぜひ配信は継続希望です。まあ、俺も続けたいよ。俺も続けたい。おたふくソースって沖、あれな、広島なんだ。ありがとね、アイテム。怒りソース食べたことないね。怒りソースは食べたことないわ。あれ広島の食い物だったんだ、大阪だと思ってたわずっと。
一緒に飲みたいな。あ、お酒飲めないんだよ、俺。そう。もう、ごめんね。お酒飲めないんだ、俺。大阪がイカリソースなんだ。ああ、知らなかったな。食べたことなかったね。へえ。頭痛くなるんだよね、お酒飲むと。めちゃめちゃ頭がキンキンするから、もうやめようと思って。あれは体に毒だよ、お酒は。体質が合わないんだと思う、多分。カープソースの方が美味しい。大阪のそのイカリソースってどういう味なの？味的にはどういう味なの？あ、ありがとう。バガーありがとう。あ、ふわっち最近知ったんだ。そうなんだ。それまでは何のサイト利用してたの？最近やり始めたんだ。ありがとうね、バガー。酔っ払いはしないんだけど、頭は痛くなるね。いいね、ありがとう。マイゲロが来る。ほうほうほう。へえ、すごいね。はいないかな。こんにちは。減らってはいないね。一緒にトゥギャザー。カツとかに合う感じか。ああ、すごいね。180万稼いだんだ。成功してるな。すごいね。まあ、YouTuber とか俺ら配信者って全く別物だからな。なんかね、配信に口出されてもね、よく、全然職種が違うでしょうって思うけど。メルカリ配信、ここにもメルカリ配信者いたからびっくり。スネークと犬擁護してるとか言ってみんな血統書つき、おかしい。メルカリって配信できるんだ。へえ、知らなかったな。メルカリってあれじゃないの？なんかオークションサイトみたいなのじゃないの？ちゃんま配信知らない。もうずーっとブロックされてるから、
佐野の配信はもう2年ぐらい見てないね。青山税務署に詰められたんだ。配信者ってイメージのどこが悪いんだよ。イメージ悪いんじゃないの、やっぱり。なんだろうね、やってることそんな変わんないイメージなんだけどな、 YouTuber も配信者も。なんかイメージ悪いよね、配信者は。なんかシャムって人 YouTube で30万人ぐらい登録者数がいるとか、なんか Twitter とか YouTube ですごい有名な人なんでしょ、なんかネットで。俺もね、わかんないんだよね。なんか6000人ぐらい集まってたけどね、アクティブで。すごいよね。同時閲覧か、アクティブっていうか。いや、すごいよな。じゃあ、そろそろ走りに行きますか。皆さんありがとうございました。今からね、ツイキャスの方で僕、ロードワーク配信やるんで、もしよかったら見に来てください。それではエンディングソングです。最後にね、面白かった人はアイテムください。よろしくお願いします。面白かったなとか応援したいなと思う人はアイテムよろしく。お疲れ様です。ありがとうございました。フォローよろしく。土下座の話今度聞かせてね。